永井さんもたくさんのチームで、まあ、監督交代の経験などもあると思いますけれども、はい、まあ、そういう後の試合というのは選手たちどんな心境なんですか。そうですね、いい取り方、やり直します。西村、間で三田の狙っていた加藤光健、石浦、中花と石浦大が前が空いた、シュートが来た、先制ベルディ、石浦のシュート当たってゴールイン。思いっきり振り抜くことができましたね。まあ、コース消そうとした西村選手だったと思うんですけども、まあ、当たった分コースが変わって入ってしまいましたね。茂木、うん、オフサイドない、川田抜け出した、中奥抜き、フリーだ、奥抜き外して、奥抜き、同点、大宮ツートップで取りました。ディフェンスラインとキーパーの間、そして奥貫選手を受けてからも落ち着いて、井岡選手の体勢、キーパーの体勢をしっかり見ながらゴールへ流しましたね。入れ替わる、マイナス抜けてきた、茂木、茂木、小島浮かせて、泉沢切り返す、マイナス、小島、小島外して、小島えぐっていく、シュートだ、クロスバー、惜しかったですね。はい、大宮ベンチ、今富山、吉永、また長いスロー入れる、そらす、抜けてきた、泉沢、キーパー長澤よく止めました。まあ、これ泉沢選手のね、第一のシーンでしたね。少しこう下がりながらだったので、梶川のキック、逆サイド、馬場を超える、新井、新井入れ替わる、新井入れてくる、いいボールだー、試合終了、小池のヘッド決まらず、1対1、素晴らしいゲームでした。